この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸術大学放送学科4年生の木本真奈美です。大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお送りします。はじめは大阪芸術大学映像学科の卒業生で、指先と連連や隠し事など数々のアニメーション作品で監督を務める浦野雄太さんによる特別講義の様子をご紹介します。10月1日火曜日、大阪芸術大学映像学科アニメーション論の授業でアニメ監督の浦野雄太さんによる特別講義が行われました。村野さんは大阪芸術大学映像学科の卒業生。卒業後、アニメ制作会社の株式会社アジア堂に入社され、制作進行や演出の仕事を経て、現在は監督として活躍されています。この日の講義内容は、絵コンテの作り方。絵コンテとは、映像制作における設計図のようなもので、監督や演出家がイメージしている映像の完成形を、出演者や制作スタッフと共有するために作られる資料です。授業ではアニメーション制作における絵コンテの重要性や絵コンテを描く際のポイントや注意点がレクチャーされました。さらに村野さんが監督と絵コンテを手掛けたテレビアニメ指先と連連で使用された実際の台本を使ってカットの割り方や絵コンテの作り方を説明。ワンカットごとの見せ方やそこに込められた演出の意図などをどのように絵コンテに反映させるのか丁寧に解説されました。じゃあこのシナリオをコンテにしていきましょう。実際そのアップとかロングとかミドルって書いたものが簡単とはいえ流れに沿って載せた時にどういう見え方になるのかなっていうのをこの段階で確認しちゃいます。あとは何が必要か、カメラの高さどうしようか、ここで表情変化を入れようかという、そこを整理するだけで整っていくんですね。3は実際コンテにしたものがこんな感じです。アップショット、これですね。これがこうなりました。切り返しを入れました。これで同じぐらいのフレーミングサイズなんだけれども、まあ、特に違和感なく続いてきますよね。こういうワンカットワンカット全部に意図があります。なんでこのカット入れたのっていうのを説明ができないと、それは存在する意味がないカットになるので、ちゃんと説明できるようにしておきましょう。授業の最後には学生から絵コンテの勉強の仕方やアニメ業界を目指すにあたっての疑問など多くの質問が上がり、村野さんが的確にアドバイス。絵コンテの描き方やその大切さを知ることができる貴重な特別講義となりました。絵コンテっていうものがアニメーションの映像としての面白さ、クオリティの9割ぐらい責任を担うパートだなと思ってるので、かなり根詰めて作ってるんですけど、やっぱり一番は設計図なんで分かりやすくイメージを描き立てるような描き方をして、面白いかどうか、人を喜ばせるものかどうか、それは視聴者お客さんもそうだし、そもそもその作り手の方たちが乗れるような感じのコンテを描くっていうのを、まあ、毎回気にして書いてるところですね。学生の時はとにかく時間もあるし、その自分が本当に作りたいものをピュアな気持ちでガツガツ作っていくっていう経験は絶対にしといた方がいいなと思います。自分の道探しみたいなところにも役立ってくんじゃないのかなと思うので、まずはそこをみんな見つけてくださいっていう感じですかね。続いては特集です。実習施設の見学やワークショップなど、大阪芸大にある15の学科の特色を体感することができる人気イベント、大阪芸術大学オープンキャンパス。毎回近畿地方のみならず全国各地から多くの高校生が参加しています。今回の放送ではそんなオープンキャンパスの様子をご紹介します。それではどうぞ。多彩な芸術分野を探求する大阪芸術大学、美術や音楽、映像など15学科の学生が集うキャンパスは
想像力と個性を育む学びの場です。そんな大学のカラーを知っていただこうと開催されるのが毎年恒例のオープンキャンパス。説明会や施設見学はもちろん、学科別のプログラムも充実しているので、大学の魅力をさまざまな角度から体感することができます。というわけで、今回は関西最大級の総合芸術大学大阪芸大オープンキャンパスの様子をご紹介します。各学科で趣向を凝らしたプログラムが企画されるオープンキャンパス。ちょっと怖い作品が並んだこちらの教室で行われていたのは、これは大体20分ぐらいで完全降下します。そんなにゆっくりゆっくりやってると固まってくるのでまあ10分以内にある程度の形は作ってもらって、映像学科ではキズメイクにチャレンジできるプログラムを開催。大阪芸大のオープンキャンパスではこうした体験型のプログラムが多数開催されているんです。馴染むような状態にしたらもうすぐにカットしていきますね。みんなよくこの先をこういう風にやろうとするんですけど、そうじゃなくて入れてこうちょっとこう広げるみたいな、そういう風にした方がいいですね。レクチャーしてくれるのは数々の作品で特殊メイクや特殊造形を手掛けるスクリーミングマットジョージ先生。傷のベースを作ったらいよいよ色を入れていきます。最初にね、影を入れて、それと混ぜることで よりドス黒い感じにすると、それがまたこうより深みを出してくれて、傷が深いようにできるんですよ。特殊映像美術は観客を映画の世界に没入させる重要な技術。体験をしながら先生の技を間近で見られるのもこのプログラムの魅力です。これから血のりを乗せていきますね。ちょうど血がこうドローッと出てくる感じですね。いい感じのところで撮影してください。およそ1時間でリアルな傷メイクが完成。皆さんしっかり痛々しい仕上がりですね。大学での学びを身近に感じられる体験型のプログラム、興味を深めるひとときを満喫しましょう。ギャラリースペースで行われていたのは工芸学科テキスタイル染色コースの作品展。オープンキャンパスではこのように作品を通して学科やコースのカラーを発信するプログラムも豊富に用意されています。また写真学科ではこんな発表も。全天周映像の投影ができる実験ドームでは、天井いっぱいに広がる圧巻の映像作品が上映されました。3分の1は動画の授業を組み込むようにしてまして、こういった特殊映像、ドローンも含めてですけれど、学生と一緒にいろんなことをやりだしているところなんですね。ファインアートとしての写真はもちろん、水中撮影やドローン空撮と映像表現も探求する写真学科。会場では臨場感あふれる映像を鑑賞することができます。キャンパスを巡れば至る所で行われている作品発表、総合芸術大学ならではの幅広いジャンルのアートに触れてみてくださいね。開催日によってさまざまなプログラムが企画されるオープンキャンパス。今年7月のオープンキャンパスで行われたのは、僕はこの大阪芸大から自分の人生が始まった未だに思ってますし、芸大時代から入った新幹線という劇団が未だに続いてるんで、未だになんかまだ大阪芸大生なのか何なのかちょっとふわふわしてるんですけど、ね、もしここに来られたら僕は後輩だと思って、一緒に授業をやっていきたい。舞台芸術学科のプログラムに登場したのは大阪芸大の卒業生で、テレビに舞台とマルチに活躍する俳優の橋本淳先生。学科長の山本先生と共に演技と向き合う上での心構えや現場でのエピソードが語られました。お芝居を続ける意味とかモチベーションとか何かそういうものがあれば教えていただけると。好きだったんでしょうけど、義務でやってたかもしれないし、意地でやってたかもしれないし、演じることが好きだなって思う
素直な気持ちっていうのはもう最近です、自分で自分の芝居見たって絶対いいとなんて思わないんですよね。俺最高だわって思ってる人ちょっとお前友達になりたくないでしょ。やっぱり、ね、あれが見えるんですよ。ただ今はどう自分が表現してようが、あ、やっぱり俺好きだから今までやってきたんだなってやっと思えてます。プログラムは先生たちが皆さんからの質問に答える形で進行。演技の道を目指す高校生に向けて熱いエールが送られました。演者から舞台を支えるプロフェッショナルまで、ステージのスペシャリストを育成する舞台芸術学科には第一線で活躍する教員陣が在籍。知識とスキルを磨きます。これは俳優だと思ったら今日思い続けたら翌日も俳優です。でも明日も10年後も未来です。絶対何が起こるか分からないです。今日強く思ったらそれは5年後10年後につながると思いませんか。芸大って求めれば求めるほどみんなは、それを得ることができます。業界の先輩として、そして大阪芸大の先輩として、まっすぐに伝えられる先生の言葉は夢の舞台に進むための大きな勇気になるはず。毎回盛りだくさんのプログラムが用意されているオープンキャンパス、足を運ぶたびに新たな発見と出会えますよ。多彩な芸術のフィールドから自分の未来を探す大阪芸術大学のオープンキャンパス。大阪芸大テレビの公式 YouTube チャンネルではこれまでのオープンキャンパス特集も振り返ってご覧いただけます。見て触れて体験して15学科の個性を知る一日、来年度の開催もご期待ください。80年の歴史から一歩先へ、来年創立80周年を迎える大阪芸術大学グループが大阪市内に新たな大学を構想中。少数精鋭で医療のスペシャリストに、大阪医療大学仮称設置構想中。2026年開学予定。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか。来週の大阪芸大テレビは大阪芸術大学グループの年間公演の中からよりすぐりのステージ映像を紹介する大阪芸大テレビ音楽祭をお送りします。次回の放送もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。はい、11月も後半になりましたね。イベントが多くなってくる時期ですが、皆さん12月の予定は決まっていますか。大阪芸大では12月5日に特別演奏会が開催されます。フェスティバルホールでクラシックの名曲を体感できるコンサートとなっています。来週の大阪芸大テレビでは昨年の特別演奏会の様子をご紹介します。こちらも合わせてチェックしてくださいね。